こんにちは、アイルーです。今回は、競技ステージの走り方のコツを実際に走りながらご紹介していけたらなと思います。あくまで、ミスをしなくなるための走り方であり、スコアを出すための最適な走り方ではない部分もあると思うので、ご了承くださいませ。編成は能力演出がないブラベリたちを採用し、宝物やペットもステージへの影響が少ない子を選んでるんだぜ。また、特に難しくない部分は倍速で進めていくんだぜ。守護神殿、大地島、ネジの順番で今ある競技ステージを走っていきますが、ご覧の通り守護神殿は基本的には難しい部分はないですね。ゼリーの取り方を細かく見てるとあらがあると思うけど、今回の動画はなるべく丁寧に取るようにしたので、参考にしてみてもいいかもしれなくもないです。あまりにも難しいところがなくて暇なんだぜ。なのでそこまで難しいわけでもない部分を解説します。ここ、まったり2段ジャンプしてると右からやってきてる振り子にぶつかるので、小気味よくパパンと2段ジャンプしていきましょう。でも別にそんなシビアじゃないんだぜ。ここの熊ゼリー地帯は大きな熊ゼリーを4つ1組で考えて、その4つ1組のブロックを回収していく感じでやれば全部取れます。そしてここが守護神殿の激ムズスポットの一つ、できるだけ早い2段ジャンプをしないとぶつかってしまうんだぜ。2段ジャンプ連打する勢いでやると抵抗しますね。でも怖いので自分は守護神殿をバリアなしで走りたくないです。そしてさっきのよりも難しいけど、感覚をつかめばさっきのより簡単なこちらの部分。コツは黄色クマゼリーパーティよりもクッキーの体が下に行ったに時にジャンプをすることかな。朝一で黄色クマアイテム取って焦ってジャンプしてしまうと、位置が高くて振り子に当たってしまうケースが多いと思います。こういう落下しながらジャンプをする必要があるパターンは、高難易度ステージになるほど増えるので、感覚をつかんでおくと後々便利なんだぜ。そしてここが守護神殿激ムズギミック3連続の最後の鬼門。タイミングが難しすぎるがゆえに、やるべきことは一つしかない部分でもあります。そう、巨大化アイテム左の足場に、足がついた瞬間にジャンプボタンを連打。そうするしかない、それしかない。そうやっても巨大化アイテムを体の左半身で取ってるという。どんだけシビアなんだ。こういう取りにくいゼリーは、体をこすりつけるイメージでいけば大丈夫です。こういうゼリーがくぼんでる場所はスライドをしろということです。ゼリーの道から糸を汲み取っていきましょう。巨大化や高速ダッシュの時は無敵なので気にしません。注意事項として、高速ダッシュ状態になると落下しなくなりますが、巨大化状態なだけだと穴の大きさによっては落下するので気をつけてください。磁石アイテムとその他アイテムが密集してる部分では、磁石アイテムを取ればその他アイテムも取れます。ペットによっては能力発動中だと取ってくれなかったり、ランカーになってくると磁石周りはもっとシビアな意識が求められますが、上位 0.1% くらいの人向けのことなので気にしなくて大丈夫です。あまりにも何もなかったのでカットしちゃいました。守護神殿終盤にはこの跳ねる床ギミックが出てきますが、強制的に回数を消費しないジャンプをさせられると思えば簡単だと思います。守護神殿はそんな感じで、本命のライチ島行きます。ここのハート地帯は巨大化をしっかりとって、動画のように2段ジャンプで取り始めたらうまく回収できるんだぜ。ここの大きなクマゼリーのような、微妙にミスを誘発する位置にあるゼリーは取るの苦手な人は無視でいいです。とっても15万点くらいなのかな。感覚ですが、通常ゼリーは2万、黄色は5万、ピンク8万、アイス11万、虹クマ20万、ゼリースコアは応援団込みでそんな感じだと思ってます。どこかのサイトにゼリースコア載ってたけど、全体調整によってゼリースコアも変わってたりして、今がどれくらいなのかは正直わかりません。でもスコアの関係はそんな感じだし、優先順位もそんな感じでつけていけばいいんだぜ。何も見なかったことにしてください。さて、ここの卵が近づいたら避けるとしか言いようがありません。動く床たちはただの初見殺しです。慣れれば余裕です。実際、ライチ島は守護神殿のような理不尽なギミックがなくて、慣れれば簡単な部類に入るのよね。初見殺しギミックはイラッとするけど、慣れたらただのうんちなので、難しくて慣れないギミックよりマシなのかなと。ここはひたすら足つったりにジャンプしておけばいいんだぜ。ここも同じくですね。一番上の足場に乗ったらジャンプやめましょう。ここはもうゼリーを諦めて落下しないように集中しましょう。でもなんか今回調子よくてゼリーも回収できてるんだぜ。ここもゼリー無視して落ちないようにしましょう。何か今回うまいんだよな。大地島は以上で、次は新ステのネジなんとか。このステージには画面右端にあるあの変なゼリーが至るところにあって、あれ一つ200万点くらいあるので取り逃さないように走るってのが一つのギミックなのかなと。ブラベリ能力で取れちゃうのはご愛嬌。ここは上の王様クマゼリーを無視して、下の黄色クマだけ取る方がスコア大きいんだぜ。昔このステージでランカーが全回収してるの見ましたが、再現するとダメージ受ける可能性が増えます。こういうどこを走ればいいか分かりにくいパターンでは、ゼリーの道に従っていればなんとかなることが多いです。ブラベリの巨大化のせいで台無しね。ここはほぼアンチカモだけど、小気味よくジャンプすればいいんだぜ。ここの落ちる床なんかは視覚効果でしかないので、実際には平面の床があるのと変わりません。この巨大化はステージゼリーなのかな。どちらにせよ磁石で高スコアゼリーを引き寄せられるのでよし。この辺の動く床はなんか気持ち悪いけど、ゼリーの道の通りに走ってればいいんだぜ。ここは障害物をコインマジックで壊したらすぐさま磁石を取りに行きましょう。ここは本来落下しながら取るやつですね。落下後2段ジャンプで復帰しましょう。ここは下の高スコアゼリー1個の方がスコア量大きいです。でも修正で上にジャンプしちゃってます。ここはスコアの高いアイスとピンクを優先して取るんだぜ。ここの優先順位は高スコアゼリーと高速ダッシュが一番高いですが、普通に全部取れるに越したことはありません。そんな感じで走り方のコツ解説でしたが、基本はゼリーの道をたどって、難しい場所ではゼリーを諦めれば、ミスは減っていくんじゃないかなと思います。そこから少しずつハードルを上げていけばいいんだぜ。のし。